皆さんこんこにちは今日はこれ幾何学の問題面積をこのグリーンここの面積を求めようという問題ですがこれ一度ビデオ作ったんですがなんかあ,あ,あまりあのできたよっていうようなコメントがなくってですねなんか勘違いしたコメントしかなかったのでもう一度これ復習しますねこの面積っていうのは これは積分でもできるんですが積分なしでやろうということでまずですねこれを見てもらうと分かると思うんですがステップ1ですねまずこの部分を見つけようということでまず扇形これですねこれが60度だからえー 円の三百六十度のうちの六十度分ですね。の扇の扇形の面積を求めて、そしてか三角形の面積を求めます。三角形はまあこれが高さですよね。六十度だから。だからこの三角形の面積を求めて引き算するとこのこの部分が出ます。でこれを二倍すると両方が出ますね。で次にステップツーとしてはこの部分を 見つけるとここここがないとこですねでこれは、えー、1 4円の1 4円で、えー、このスクごい全体差し引いた部分がこれになるからこれはこれをここに折り曲げるとこの部分が出てくると。でこの部分とこの部分を引き算するとここですね。 ちょこっとしたここの面積が出てくるこれ4倍するとこうなるとでそれを四角形から引き算すると、えー、この忍者のシュルケンみたいな形になりますねでそれで、えー、これをですねえー、4分の1 の重なりこう重なった部分この部分この部分がこれ、えー、4回重なりますねここは2回重なるそれを引き算すればですね、えー、この部分の面積が出てくるということですだから、えー、結構これステップステップ踏んでいって えー、最後に「出す」という根気がいりますがあこういった問題は、えー、そうですね入試に一番あ適しているんじゃないかということでちょっとマークしておいた方がいいですね、えー、今日はここまで、えー、今日の単語はまず「イグノア」ですねイグノアっていうのは無視する意図的にですね見ないふりをする ということですね。Uh, she ignored me since yesterday.She must be very mad. 彼女怒ってるに違いない。俺のことを無視してやがる。ということですね。Neglect っていうのは意図しないでうっかり見落とすということですね。その意味で ignore と neglect はちょっと違いますね。Neglect っていうのは、例えば I neglected Uh, one question in the homework the teacher told me to complete、uh, 宿題一つ質問を uh, uh, 見落としたので先生が、uh, するように言ったということですねはいそこまで